15分の、ね、実況の中に、あのガードナー選手とドゥーハン選手のものすごい追い上げ、そしてストップという、ね、8体の名と案を、ね、一瞬のうちに実況することができた。これは第2ライダーとしてはラッキーでしたね、それにしても6時20分の段階で私205周達成できるんじゃないかというメモを、ね、尾形さんに差し入れしたんですが、その通りにいったというマシンの偉大さ人間の意志の素晴らしさ、これも8体ですね、すごいですね。確かに205行くかどうかというところもありましたがね、滑り込みセーフで205周行きましたからね、さあ、本当にありがとうございました。また来年も素晴らしいレースが、展開されますよう期待したいと思います。さて、今日1日中走り回った富樫さんの声も聞いてみたいと思いますが、富樫さん、はい、尾形さん、お疲れ様でした。はい、今あのテック、あの、平とローソンチームのピットの前にいます、はい、あのシャッターは閉じられていますが、あのピットの中ではメカニックの方たちが乾杯をしている様子です。そうですか。あのゴールを受けた瞬間、あのヤマハの前川監督とケニー・ロバーツがビールで乾杯していました。はい、気のせいかの前川監督なんか目頭が潤んでいたようです。なるほど、そうですか。はい、あの富樫さんも予選から始まって今日一日ピットを走り回って、はい、本当にあの素晴らしいリポートありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、さあ、それでは今日1日8時間耐久レース燃えに燃えました。今日1日をここで振り返ってみようと思います。11時30分に一斉に65台のマシンがスタートしました。この時あの46番のマシンがね、岩橋選手が出遅れて、はい、2番目のグリッドから好スタートだったんですが、その好スタート位置を生かすことができませんでした。そして最初は11番のマシンがトップを取りました。これはドゥーハンが乗っていましたね。ガードナー、あ、これガードナーのそのシーンですね、そのシーンです。ガードナーが乗っていてここで転倒してしまいました。これでこの時はですね、それほどでもないと思ったんですが、はい、一度ピットに戻ります。そうですね、ステップがですね、部品がないということでちょっともう時間かかっちゃったんですね。これで3分14秒の、はい、時間が経過してしまって、順位が一時は11位まで後退してしまいました。 そうですね、その間にトップに躍り出て、それ以降ずっとトップを走り続けたのが21番です。さらには17番の永井、加藤組も健闘してピタリとその後ろにつけるという展開でレースは運びました。さらには16番、まあ、この日本人ペアの活躍も印象に残ったと思いますが、どうでしょう。そうですね、毎年去年といい今年といいね、ちゃんとこうペースを守って走れるんですか。はい、宮崎と大島選手ですね。そうですね、そして一度転倒して修復作業に時間をかけてしまったガードナーがその後急激に追い上げていくんですが、この追い上げすごかったですね、何かもう無謀なほどの追い上げでね、スプリントレースを戦っているかのような、耐久レースとは思えないような追い上げを見せました。そして2位に浮上して、さあいよいよターゲットは1位という瞬間がありましたよね。そうですね、はい、しかしながらこの21番のこの時乗っていたのはエディ・ローソンです。エディ・ローソンがこの時は乗っていますが、後ろから11番のガードナーがどんどんと追い上げてきたんですが、ここでガス欠。そうですね、ヘアピンで止まってしまいましたね、ちょっと信じられないようなガソリンがタンクになくなってしまいました。無念のリタイア、まさに無念のリタイア。昨年も179周で転倒リタイアを強いられましたガードナー、今年はガードナーが転倒し、そしてガス欠というそういう思いもしない状況の中でリタイアしてしまいました。ますます有利に展開したのが21番の平忠彦とエディ・ローソン組です。その後は悠々とトップをキープしてゴールに205ラップという鈴鹿の新記録を打ち立てながらゴールに飛び込みました。さあ、今年の鈴鹿の夏も終わりを告げようとしています。川崎さん、はい、今年はヤマハ勢が大健闘する中で
フィナーレを迎えましたけれども、はい、どうでしょうか。黙っていないのはホンダ川崎鈴木ですね。そうですね、3台ですね、ヤマハ出て、1位、4位、5位ですね、はい、すごいですね、この成績は、まあ、そういう中で行われました。本当に今日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。今日の解説は川崎博之さんと山田純さん、リポーターは富樫陽子さんと福澤アナウンサーでお伝えしてまいりました。悲運のライダーと言われた平忠彦が初めての8体での栄冠を手にすることができました。観客も燃え上がりました。鈴鹿の8体の夏は間もなく終わりを告げようとしています。それでは鈴鹿サーキットから上空からお別れすることにいたします。皆様さようなら。